はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけれども、所得税の6回目の動画ですね、軽減税率について解説いたします。軽減税率っていうのは税率が低くなると、いうことです。で、今回ちょっと先に要件からお伝えします。軽減税率が使える要件を1から5までとりあえず解説して、その後その軽減税率を使うとどうなるかというところをお話ししていこうと思います。まず要件なんですけれども、これまでお話ししてきたいろいろ特例あったと思います。それとすごく重複する部分あるんですね。1番2番は重複するので、もうここはもうさらっといきますね。まず現に住んでいるマイホームを売った場合、もしくは今住んでいなかったとしても、住まなくなった日から3年を経過した年の12月31日までに売却をする。これがまず要件になってきます。この住まなくなった日から3年後の年の12月31日までに売ることっていうのは、例えば2022年に住まなくなったというのであれば、2023年、24年、25年の12月31日までにこの住んでいた建物を、マイホームを売却すれば1番の要件満たしますよっていう話ですね。で、2番は売却先、売った先ですね。売った先、マイホームの買い主、マイホームを売ったその買い主が配偶者だったり親だったり子だった場合はダメですよ。それ以外の人にしてくださいよって話です。で、3番買い替え特例などと併用することはできません。買い替え特例と併用することはできないけれども、3000万円の特別控除と併用することができます。これ後で解説します。3000万円の特別控除を使った上で、さらに軽減税率も適用されるという話です。で、4番売った年の1月1日時点において、家屋と敷地、どちらも所有期間が10年を超えていないといけません。これ、すごく重要なポイントなので、この要件は頭に入れておきましょう。で、5番、売った年の前年、前々年に、この軽減税率、使っていたらダメですよと。つまり、3年に1回しかこの軽減税率は使えませんよっていう話です。で、4番の要件からちょっと考えていこうと思うんですけども、4番、所有期間がこれ10年超ってなってますよね。これっていうのは長期譲渡所得に当たるんですよね。これは短期譲渡所得と長期譲渡所得の動画で解説しております。例えば、マイホームを買って、1000万円で買って、3000万円で売りましたって言った場合、譲渡所得、1000万で買って3000万円で売ったわけだから2000万円プラスですよね。これが譲渡取得なんですけれども、短期と長期って2つに分けることができて、売った年の1月1日時点で所有期間が5年を超える場合は長期譲渡取得、5年以下の場合は短期譲渡取得でしたよね。で、今回これ所有期間が10年を超えるということは、もう5年を超えるわけだから、これは長期譲渡取得に当たるわけじゃないですか。ここまで OK ですよね。で、以前の動画でお伝えをした長期譲渡所得の税率っていうのは、これは 15% でしたね。これが原則なんですよ。原則 15% なんだけれども、今回の軽減税率が適用される場合、つまり、所有期間が10年を超える場合ですね、この場合っていうのは、譲渡所得の金額が6000万円以下の部分は 10%、 税率が 10% に下がりますよ。これが今回お伝えする軽減税率の話です。で、一方で6000万円を超える部分については、こちらの原則通り 15% のままですよっていう話なんですね。じゃあ具体例を考えていきます。購入したマイホーム1000万円でした。20年間所有しました。で、売却した価格が1億円でした。なんでもうめちゃめちゃ値段が上がったことになるんですけども、そうすると、所有期間20年間なんで、この長期譲渡取得に当たりますよね。で、この長期譲渡取得の金額っていうのは、1億円から1000万円を引いた9000万円。つまり、儲けた部分は9000万円ですよね。で、この9000万円に対して、3000万円の特別控除を併用できるわけだから、3000万円の特別控除を使います。そうすると、6000万円ですよね。9000万から3000万円引くことができるので、譲渡所得は6000万円になりますよ。
で、そうすると、6000万円以下の部分は 10% なので、この6000万円、丸々軽減税率を適用することができるので、税額は600万円ですよ、というふうになります。これが軽減税率の話なんですね。なので、まず、ポイントとしては、3000万円の特別控除と併用することができますよ。また、4番の要件で、売った年の1月1日時点で、家屋と敷地、どちらも所有期間は10年を超えていないとダメですよ。で、この要件を満たした場合、6000万円以下の部分については、税率は 10% になりますよ。これが軽減税率のポイントになります。で、一応関連ポイントとしては、長期譲渡取得。これは、売った年の1月1日時点で5年を超える場合ですね。この場合っていうのは、原則 15% が税率なんですけれども、軽減税率使える場合は、この 15% が 10% に軽減されるよ、というところなので、ここの部分ですね、この2つ。ここは関連させて頭に入れておくといいと思います。まあ、今回非常に重要な部分なんで、ぜひですね、頭に入れておきましょう。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。